この DVD には私が現役時代世界の舞台で戦ってきた技、テクニック、すべてが入っています。そして今指導者として子どもたちからトップアスリートまで指導をしていく中で、稽古の中に取り入れているさまざまな練習方法が入っています。どうぞ皆さん参考にしてください。今から釣り手と引き手の持ち方を説明します。まずは釣り手なんですけども、釣り手の襟の厚みがあります。これをこのまま持ってしまうと、特に、子供たちの場合はこの襟の厚みがある分、この釣り手を持ったにしても技をかけた時に離れやすいんですね。あるいは、襟の厚みがありますから背負い投げかけた時に手首が後ろに反ってしまいます。そこで、この相手の襟を持つ時にこういうふうに半分に折ります。持つ瞬間に親指でひねって半分に折ります。折ってから今度は自分の指の付け根があります。ここにこの襟の端が当たるようにして、そこからねじり持ちます。そうすることによって、見てわかるように、相手の柔道着の襟しっかりと自分の手首に巻きついてます。ですから大外刈りをかけたにしても指が外れることはありません。そして背負い投げかけたにしても、すでに自分の指に相手の襟、巻きつけてますから自分の手首の力がしっかりと相手に伝わります。相手の襟を持つときに自分の親指で半分に折って持つ。外したときには見てわかるように相手の襟が半分に折れてますから、このような持ち方をぜひ皆さんやってもらいたいと思います。今度は引き手なんですけども、これもこの真下をよく持つ選手いますけども、別に悪いわけじゃないんですけども、私としてはこの縫い目の厚みがありますから、ここを持ってしまうとこれもまた子供たちあまり力ありませんから、この縫い目の厚みが持った時にしっかりと持てないんですね。相手が嫌がった時に簡単に外れてしまいます。ですからこの縫い目がないこの横を持つんですね。この横、持ち方としては自分の親指、相手の手の上に来ます。4本の指くっつけておきます。そしてこの斜めの4本の指ですね、この指を最初に4本引っ掛けます。それからこの親指、この親指をこの柔道着の中に入れていくんですね。こうやってこうすることによって、自分の親指が相手の袖の柔道着の中に入ってますからなかなか外れにくい。そして、斜めに持ってますから手首が非常に使いやすい。引き出す、あるいは袖釣り込み腰、あるいは相手の持ってる襟を落とす力、これが非常に有効に使えます。で、手を外した時には相手の柔道着が斜めになってて、ここに親指が入ってる穴が開くんですね。このような持ち方をしてもらうとうまく自分の引き手を使えることができます。親指が上です。これは私が子供たちに教えるときによく言う言い方なんですけども、1本と4本ですね。4本の指を動かす、4、1本を動かす、1、そしてこ
ここでグリッグリッと自分の親指を深く入れていきます。4-1グリッグリッという言葉を使いながら子どもたちに教えてもらうとより分かりやすく子どもたちはできると思います。親指上です。4本の指くっつけます。斜めになってます。4-1そしてここでグリッグリッと深く持ちます。そして手を離した時には親指が入っている穴ができるような持ち方がベストです。この釣り手と引き手の持ち方を練習していただければこれからやっていくさまざまな技には自分の力をしっかりと相手に伝えることができると思いますから、ぜひこの持ち方を練習してみてください。そして、これは相打つ喧嘩打つ同じなんですけども、この釣り手を持った時にこの釣り手の手首を立てておく。こういうふうに自分の小指側のこの位置ですね、この部分が相手の肩にぶつかっておくということ。その時は自分の親指が自分の方を向いてますね。こうです。この持ち方をすることによって喧嘩四つであればまず相手の釣り手を制することができます。まっすぐ持ってしまうと非常に弱いですから相手に引きつけられてしまいますから、手首を立てる、立てることによって相手の肩を押すことができますから、押すことによってここに自分の技を入るためのスペースを作ることができます。手首を立てるということ、これは相打つ喧嘩打つ関係なく組んだ時には必ず手首を立てる。そして相手を制しながらも自分の肘のこの柔軟性を使いながら相手との距離感をうまく掴んでいきます。まあ、こういったねちょっとしたところも気をつけて練習してもらえれば自分の技相手にしっかりと入ることができると思いますから、ぜひこの釣り手の使い方も練習して、今から奥襟の持ち方を説明します。これは小学生中学生は奥襟を持つ場所あるいは持っていい時間とある程度制限がありますけども、これは高校生以上になります。中学生まではこの襟しか持ってはいけない、あるいは、背中を持ったにしても瞬間的な技の場合のみ、許されますけども、普段からこの背中を叩いていいのは高校生以上なんですね。あるいは国際ルールの大会のみ、背中を持っていいルールになってます。今から言うのはこの背中の持ち方を説明してみたいと思います。まず持つ場所としては、この柔道着の縫い目が横にここにあるんですね。この背中の横の縫い目、この縫い目と縦の縫い目があるんですね。この十字になったところに自分の人差し指と中指、この間がこの十字になったところに引っかかるようにして持ちます。この縫い目が硬いことによって指が引っかかりやすいんですね。そしてこの十字を持つということは相手の頭の中心ラインを持つことになりますから、この十字を持ったことによって自分の手首がちょうど相手の首のこのど真ん中にここにぶつかるんですね。この自分の手首が相手のこの首のど真ん中に当たります。持って手首を首をしっかりと固定することによって
相手の頭を下げさせることができます。これがもしも持つ位置が横にずれてしまうと相手の頭上がるんですね。頭が上がるということは力を出せるということ、相手は。ですけど先ほど言った十字の部分を持つことによって自然と手首の自分の手首が相手の首筋に来ますから、相手の頭を常に下げさせることができるということは、相手の力を半減させることができるということです。まあこれは高校生以上の奥襟の持ち方になりますけども、この横の縫い目のライン、縦の縫い目のライン、この十文字になっているところを自分の釣り手の人差し指、中指、この間ですね、この間が十文字に引っかかるような形で持つことによって、自分の手首の骨が相手の首筋に来ますから、相手の頭をより下げさせることができます。で、この状況から相手を、自分の体重を利用しながら1、2、相手の状態を低くさせます。それに対して相手が反発をして頭を上げようというところを利用して、技に入ることもできます。今みたいに、相手の頭を下げさせる、これがもしも持ってる位置が少しでもずれてしまうと相手の頭を下げさせることはできないんですね。ほんの一握りの違いなんですけども、ここを持つのか、ここを持つのか、では相手の頭を下げさせるという大きな違いが違ってきますから、ぜひ、この持つ位置も皆さん気をつけてやってみてください。奥襟を持った場合に、喧嘩四つの時には、十文字の場所を持ちます。持ったら自分の手首をしっかりとこのように曲げて、相手の肩の内側に自分の肘が入るように持ってもらえたら、相手の頭をしっかりと制することができます。持って脇が空いてる、あるいは相手の外になってる、こうなってしまうと相手の技は私に入ってくることができますから、相手の肩を殺すと、ね、相手の肩を制するためにも奥襟を叩いた時には肩の内側に自分の肘が入るようにする。まあ、そうすることによって相手の肩は自由に動けませんから、動けないということは技に入ることができないということになりますから、喧嘩四つで奥を叩いた時には肘が相手の肩の内側に入るということ、そして相手の頭を制しながら動いて大内刈り、あるいは動いて内股、それぞれに、自分の得意技出すことができますから、この手が相手の肩の内側に入るようにして、持ってもらいたいと思います。今からフェイント斬り、引き手、そして釣り手、二通りやってみたいと思います。まずは相四つで引き手を、相手の引き手ですね、自分の釣り手落とされた場合なかなか持てないんですね。この状態からフェイントを使って切っていきます。
これはかけるふりをして一歩踏み出すと同時に肘を相手の前まで出してください。こうですね。そうすると柔道着のこのゆとりがなくなって持ってる引き手が切れやすくなります。こうですね。これ以上いかないでください。いってしまうと相手が自分を抱え込んでしまいますから。でもちろんこれで切れれば、切れたらそのまま持ってかければいいんですね。でも切れない場合があります。切れない場合があります。切れなくても少なからず少しは切れてるんですね。そこでこれで切れなかった場合、真下に引いてください。こうやって引く。その時に自分の手一本の棒にしてください。指をしっかり伸ばしてブラッとしたまんま切らない。鋭く切るためには指先しっかり伸ばす。そしてまっすぐ下に切ります。普段練習するときには1、2、3でこのままの勢いで相手の釣り手を持ってかける練習とかをするんですね。落とされてます。1、2、3、あるいは奥襟を持つ人であれば1、2、3、まあ、このように、踏み出して肘を相手の目の前まで出す。で切れない場合には今度はこれを下に引いて持っていく。これが自分の釣り手を落とされた場合のフェイント切りですね。フェイントを入れて切るということ。今度は相手持ってる釣り手ありますね。これを落とす方法です。今のルール的には両手を使って落としてしまうと反則になってしまいます。そこで相手の釣り手切ろうとすると相手は逆に力入れるんですね。当たり前ですけども、切られたくありませんから力入れます。ではなくて逆に引いていくんですね。自分の方へクーッと引きつけていくんです。こうやって引きつけられると相手は気持ち的に嫌な感じがするんですね。ここが普段は落とされてる感覚がありますから。でも逆にクッと引きつけられると非常にね、相手は嫌がります。この使い方を嫌だなと思った瞬間に切っていくんですね。動きとしては内側に絞り込む、絞り込む、手首返して胸を開いて落としていくんです。1、2で切ります。その時自分の体全体で切ってください。相手も力入れてますからこれだけじゃ切れません。体全体を使ってください。内側に入れる、相手が嫌だなと思った瞬間に体を使ってここで切っていく。これを打ち込みの練習方法に取り入れてください。例えば1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、まあ、このように、打ち込みに取り入れてこの手首の使い方を毎回練習する方法もあります。もう一度言いますけども、自分の引き手内側にねじり込んで相手を呼び込む。そうすると相手は嫌だなという感覚がありますから、その瞬間を利用して動きの中で体全体を使って落としていく。1、2ですね。1、2。これがうまく感覚をつかめれば
1、2、1、2、1、2、まあ、こういうふうに、短い時間の中で落とすテクニックも分かってくると思いますから、ぜひ自分の釣り手落とされた時のフェイントで切る練習、相手の釣り手を引きつけて落とす練習、このフェイントを入れた切り方を覚えていきながら自分の次の技につないでいく練習方法もぜひやってみてください。喧嘩四つで、組み合った場合、相手に有利な引き手を持たれた時に持ち返す方法を今からやってみたいと思います。喧嘩四つになります。先に相手に引き手を持たれます。よくこのパターンでしょうがなく上から引き手を持ってしまう人がいるんですね。この状態だと7対3でこちらが引き手が強いです。同じように持ってますけども7対3の違いがありますから非常に不利なんですね。そこで、逆に自分が7対3になる方法として、相手先持たれてます、一回肘をクッと曲げるんですね。自分の腕をクッと曲げます。曲げると多少ここにゆとりができるんですね。その後に外から引き手を持ち返します。こうやってこの形です。これだと縄田屋さんに変わります。申し上げます。相手に持たれてます。上からしょうがなく持ってるようだと7対3で引き手は負けてます。しかしここで一回肘をクッと自分の方に曲げるんですね。クッと曲げて外から持ち返します。そうすると逆に7対3で引き手が強くなります。ですから普段のこれも打ち込みの練習と同じです。組手の打ち込みだと思ってください。1、2、3、1、2、3、1、2、3、まあ、このように、技の打ち込みだけじゃなくて組手テクニックの打ち込みも普段の練習に取り入れてくれれば、不利な状態から柔道をやるんじゃなくて不利な状態から有利な状態で試合を進行することができると思いますから、ぜひこのようなテクニックも皆さん練習してみてください。今から相四つで、その時の極端なお互いに変形した相四つの組手からの技の入り方をやってみたいと思います。相四つでも極端にこうやって、変形した状況があります。この状況からだとなかなかね、自分の技出すことができません。そこでこの状況からなんですけども、一つの方法としてはこの状況からこっちの足、相手に近い方の足ですね、釣り手側の足ですけども、この足を軸に外側のこちらの足、こちらの足を後ろの方へ回転させます。この動きの中で自分の右組み同士であれば左足ですね、この足を外回しで相手の前まで持っていきます。その時に自分の引き手、釣り手を少しずらします。こうやってずらすんですね。ずらさないとこのまま入ってしまうと相手に大外刈りとか入られてしまいますから、相手の技を出させない状況を作りながらも自分の技が出せる状況を作ります。そのためにはこちらの足、この足を外へ回す瞬間に引き手を落とす、釣り手を上げる、この
柔道着のズレを使うんですね。こうです。相手について殺す。この自分の左足を回しながら上半身をずらす。そして相手の真正面に来ます。真正面に来たことによって、自分の技を出すことができます。このように、極端なアイウスの場合には自分のこの軸足を中心にして上半身をずらしながら外回りで相手の真正面真正面へ移動して自分の技を出す方法が一つあります。そして、もう一つあります。このアイオスの変形の場合はなかなかお互いに技を出せないんですね。そこで出てるこちらの足、相手のこの出てる足を私は一歩踏み出してこういうふうに小内刈りと足払いとちょうど真ん中ですね、中間の技、まあ、コーチ足払いという名前に今はねしておきたいと思いますけども、一歩踏み込んで相手の足を内側から蹴ります。その時に、自分の釣り手と引き手大きく円を作るような動きを作ってください。こうですね、円を描くように相手を動かす。これで相手のバランスが崩れます。でもちろん今みたいにバランスが崩れてしまって、相手が倒れてしまえばそのまま寝技の攻めに入ってもいいです。ですけどそこまで崩れない、ここまで崩れたらこの後に大内刈り、あるいはここから大外刈り、あるいはここから小内刈り、それぞれに、相手のバランスを崩したことによってその状況によって入れる技いくつか出てきますから、ぜひねこの小内足払い踏み込んで相手の足を内側から払っていく。その時に釣り手引き手は回すようなイメージですね。ここから次の技へ展開をしていく。まあ、今のように、極端な相四つの組み手の場合には、コーチの足払いを使って相手のバランスを崩して次の展開に
言ってもらうのも一つの方法だと思いますから、ぜひね、これ練習してみてください。